はい、どうもひろしこです。今日もですね、マスターデュエルランク戦やっていきたいと思います。昨日ゴールドのティア4に上がったんで、今日はティア3を目指してまたまったりダラダラやっていきたいと思います。それでは行ってみよう。昨日は結構勝てたんですよね。間違えた。今日も勝てるといいなぁ。まあ今今日2月3日なんで、まだ強い人いっぱいいるのかなぁ。今日は先行でやってみましょうか。デッキはほとんど変えてないんですけど、どうでしょうか。対戦よろしくお願いします。まあ、いつものようにフィールド魔法を貼って、今日は結構いいのがちゃんと回せる手札ですね。あ、うららいますね。あ、通してくれる。いやでも嫌ですね、これ多分普通にブランキッズの効果にうらら打たれちゃうのかな。ちょっとやだな。でも召喚時に反応してるから、あーそっちか。いやどうしようかな。ミュウだけ出してターンエンドしましょうか。あんまり動きすぎると良くないですよね。フランキーズミュウリンク召喚。猫ちゃん、猫ちゃん、パルスの効果で墓地に落とします。はい、この子ですね、墓地効果が優秀なので落とします。で特殊召喚、まあ手札に来てないロックくんを出しますか。またドローするの。ちょっとこれ以上はちょっときついんで、ここでやめときましょう。相手が展開してくれたらまたニビル君を出せるんで、それはそれは面白いことになるんですけど。何デッキでしょうかね。ツードローさせてあげちゃったんで。お、何ですかこれは。イグニスター、アトイグニスター当たるの初めてですね。全くわかんないです。ヒヤリアットイグニスター。ヒヤリハットの法則ってやりましたね、昔大学で。ハインリッヒの法則ってやつかな？ヒヤッとしたりハッとしたり、その確率で大事故につながるみたいな。はい。あんま。ちょっとつまんない話しちゃいましたけど、ダークインファントアットイグニスター、初めて見た。リンク召喚に成功した場合、デッキからイグニスターアイランド1枚。あれ、それってこれじゃない。あ、そうだよね。巡り合い、おもろ。何そのカード。これ遊戯王ブレインズのキャラクターじゃない？知らんけど、なんか展開しとるの。アチチアットイグニスター、ええー、面白。さっきヒヤリで、今度はアチチ。え、全属性いるのかな。なんかピカリとか、なんだろう、あと、何今何だった。あ、やっぱピカリじゃん。ピカリアットイグニスター。面白いな、その名前。
はい、リンク召喚サイバースウィキッド、これはリンク召喚した、あ、戦闘効果で破壊されない、すごいね。リンク先のサイバース族モンスターも効果で破壊されない、すごいな、優秀っすね。効果では破壊されないけど戦闘では破壊されるんだよね。まあでもちょっと今きついな、これは。これニビルできちゃうんじゃない？ほら、ニビルってうちだから難しいんだよな。メインフェーズに発動できる。メインフェーズ終了時に撃てるんですかね。それならそこで撃つのが一番いいんじゃないかな。なんかひたすらやってんな。なんか増時した時より手札増えてない？なんかイグニスターってそんなアドアドデッキなんですか？てか召喚券使ってこれ一発目もしかして、全然わかんない。ブルルアットイグニスター、風属性はブルルなんですね。なんかカプコケコみたいな感じですね。カプブルルって言いましたよね、確か。ポケモンで。サンムーンで。ポケモンのサンだけやったことあるんですよね。まあ、そんな人いないと思うんですけど、サンだけやったことあって、カプブルルって言いましたよね。ぶん回してるなぁ。何が起こるんでしょう。おー、すごい。確かこれの人、リンク先にモンスターが得意召喚で、サイバース族モンスターいく。この人と関係する？なんだこれ。ウィンドペガサスアットイグニスター。かっけえ名前。もう展開終了？まだやるのかな？このターン削り切るぐらいの気迫があったりする？あら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 、あら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 、あら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 。すごい。ヘビー級ですね。サイバース族にシンクロがいるっていうのも面白いですよね。どの効果を発動した？あ、これ。フィールド魔法割るの。まあ、しょうがないよね。やっぱニビル君いるとちょっと安心だな。やられる気が全然しない。何を考えてんだろう。もう一展開あんのかな。この人はフィールド魔法を割るためだけに出てきたとかは全然ありえますよね、最近のデュエルだと。おーおーおー、すげえすげえ、みんなバイバイした。何何、リンクさんダークナイトイグアイアートイグにした。なんかかっこいい中二的な名前。お、またすげえリクルーター、リクルーターじゃねえ、蘇生効果持ってんな。すげえな。今のは何？今のは何？アイドリングボーン。お、出すね、出すね。出すね。全然まあ手札5枚あるもんね。すごいね。何でもできちゃうね。これででも環境で見ないんだもんね。すごい時代ですよ。またリンク召喚。あ、これ最初見たよね。ダークインファイトアットイグニスター。ちょっと待って。もう効果覚えてらんない。覚えてらんない。
レベル4以下のアットイグニスタモンスター可能な限りリンク先に得しようか。これ増字打ってたらすごいドローだったね。わあ、この人も？この人も？この人は何？この人は何よ？リンク消化成功で敵から、アイランドね。はい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 。なんか横に移動したんだけど。2の効果。おもろ。へえ、横に移動するんだ。あ、それで3体持ってこれるわけ。すごいね。すごいすごいすごい。面白い。いや、そういうのも。待って。これ神属性なんだけど。何があったの？神のカード？でもカードのデザイン闇だね。その後このカードの属性をターン終了時まで任意の属性に変更できる。はえー、神のカードになってます。なんかフィールドの属性の数に反応するみたいなのあるんですかね。リンク、リンク 6？ そんなモンスターいるの？すっごっ。これちゃんと見とかないとやばくないですか。ジ・アライバル・サイバース・アット・イグニスター。属性が異なるモンスター3体以上、ジ・アライバル、フィールドに2体しか存在できない。攻撃力はリンク素材としたモンスターの数かける1000。あ、4体だから4000。他のカードの効果受けない。これニビル打ち損ねたね。他のカードの効果を受けない。大変なことになりましたね。どうすりゃいい。他のカードの効果を受けないか。リンク先にトークンを特許召喚する。一旦に一度。いや、ちょっと他のカードの効果を受けないは抜けないね。もう抜けないよ。どうしよう、どうしようかな。他のカードの効果受けないでしょ。打点強化して戦闘で抜くしかないのか。そんなカードねえぞ、そんなカードねえぞ。もう好きにやっちゃってください。もう好きにやってください。あ、リンク先となるモンスターってこっちのリンはあ、こっちも入んの。いやー、なんかめちゃくちゃだな、書いてあること。あ、そういうこと。このカード以外のフィールドのモンスターってこっちも入るの。むちゃくちゃだな、むちゃくちゃだなっていうか、あれか。あー、だからあのデッキだったらリンク6出せる状況になった時にニビルしなきゃいけないんだね。知らん知らん知らん。初めてやったもん、アットイグニスター。すんごいカードよこの人。でもリンク6だもんね。まあ代償は支払ってるわな。何ですか相手は。もう許してよ。これもダメなの。ニビル持ってる。あ、そう、あ、そうですか。あ、もう好きにやっちゃってください。もうそういうことね。はい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 、わかりました。うららが選択されました。ん？何が起きた今。何が起きてる。何それ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 。
なんか分かんないこと起きてるね。これ守備しかないっすよ。相手にも、まあ、守備っすよね。メイクイズ続けるのかな。いやーこれもう一回立て直しか。いや抜けれないよなこの人は。4000だもんね。なんかでもちょっと方法ないか考えないとな。だスキドレとか入れてたらいいのかな。スキドレだったらこれいけるもんね。4000はきついけど。あまだなんかバリバリ展開しますね。4000食らうぞこれ。ニベルで調子こいてたあの時代が懐かしい。バトル、はい、そうっすね。うん。あー、そっか、この人いるから、ワンチャンぶん回したら、あ、だから効果受けねえんだよ。効果受けねえんだよ。あー。効果受けないのよ。まあ、まだいいや。効果受けないのよ。やっぱ純粋に打点上げていくしかないな、そうなると。なんか大ダメージ食らったぞ。ああ、ちょっときちい。きつ手札。まあ、ランプ召喚。ベーラーは関係ない。防御効果しかやりません。関係ありません。ミュー出していく。ハイランプの効果発動。モンスター特殊召喚。まあ手札交換したいからロックにしましょう。それからドゥードゥルで魔法トラップサーチ、まあ、融合でいきましょう。ロックを出して、ロックじゃないや、ドゥードゥルを出して、ロックの効果発動と、ドゥードゥルの効果発動、それからチェーンしてロックの効果を発動。ロックは手札交換なので、まあランプ使ったんでランプにしましょうか。でワンドロー。はい、特殊召喚するのは、まあこれかな。サーチするのか。あー、これ悩むな。なんかじわじわ耐え忍んでいくか、それともこれね、ハウスバトラー出せるんですよ。蘇生でランプ蘇生して、違う、こっち、ランプを蘇生して、融合していく。この人ですね。これ一応最上級の攻撃力3000のハウスバトラー出せるんですけど、まあそれ以降がちょっとないっすよね。出しはします、出しはしますが、はい、なんかいっぱい効果発動します。ドロップの効果、遅延してパルスの効果。この人は何だったっけ、フィールドの相手フィールドのモンスター全破壊、ただ効果を受けない、だから意味ないんですね。うちへ送るカード、まあこれ
音声特殊紹介します。あしくったー、そうか、あ、そうじゃん、だいたい4000できたわ。あーしくってんな、しくってんな、しくってんな、その手があるんだよな。こいつがいたわ。こいつがいたな。それでだからこれで、あ、こうすればよかったんだ。いやミスったな。これでここに置いたら打点4000になるんですよ。まあこれでいっとくか、バトル。まあこの人と同士打ちですね。同士打ちするしかない。はい、しょうがないです、しょうがないです。ロアゴンの効果は何でしたっけ？相手によって墓地を送られた場合、リンクモンスター以外の自分の墓地のカードを手札に加える。はい、重要。これ後がないから意外とランプとかじゃないですか？何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 ？え？何？デッキに戻す。えぐいことしよる。エンドです。手札バレてるし。でもなんとか耐えたな。いやーまだは、やっぱまだ下手くそだな。もっとほんと頑張んないといけないな。下手くそでした。ああ、何ですか？普通に攻撃するの？やばい、またリンク6作れそうな雰囲気ないですか、これ。何でしたっけ、一生覚え終わる気がしない。アイドリングボーン、さっき見たね。あ、特殊がまたリンク6だよこれ。3、あ、え、あ、あ、そうか、でもそうだよね、リンク召喚じゃないから攻撃力ないんでね。まあ、この条件が3体以上だからこれと、なんだ、おら、おい、普通に汎用最強カードじゃねえか。リンク上にリンクゾーン体としたリンクモンスター1体を対象としたそのリンクマーカーの数かける1000アップ。あ、リンク6だから8300。えぐー、えぐー、えぐい、えぐい、えぐい。見てみる。もうこれ使うしかないわな。もう全力の全部ですよ。ちょっと待って、こいつはいらん、こいつはいらないね。
攻撃力ゼロになる。でも8300で殴られる。ライフゼロ。負け。負けます。負けます。もうこれもう死刑台の秒読みです。まあ、あと数秒後に負けます。やっぱあのハウスバストラ、ハウスバトラーをワンコ君の隣に置かなきゃいけなかったんだよな。負けます。対戦ありがとうございました。いや、難しいな。普通に強かったです。ちょっと負けたままで今日終われないんで、もう一回やらせてください。いやー、でもアットイグニスターって初めて会ったんで、リンク6出てくる前にニビル出さなきゃいけないっていうのはうっすら分かりましたね。まあそれが分かっただけでもいいってことにしますか。はい、先行です。対戦よろしくお願いします。魔法ばっかやな。まあ一応展開できるから一枚書道っていうのがいいっすよね。これ出した時になんか相手に優先権いくかどうかでだいぶ話が変わります。パン。はい、これの効果に大丈夫、チェーンする、あ、しない、あ、いけますね。墓地に送るカードを選びます。はい、君に決めた。モンスター特殊交換、まあ、無難にパルスかな。それでリンク召喚でいつも通りドゥードゥルを出します。ミュートランプでドゥードゥルになります。ドゥードゥルは魔法ドロップ持ってくるので効果発動で、リンク素材にしたランプの効果発動、ランプは500バーンでデッキからブランケットを特殊召喚。ちょっとあの相手のキャラが泣いたんですけど、やりにくいな。ドゥードゥルの効果でここはフィールド魔法持っていきましょう。ここで相手に移る、なんだ、怖いな。え、なんだろう、なんだろう、怖い怖い怖い、何、え、何、なんもねえんか。特定のカードを加える。まあ、使ってないロックにしとくか。うん、そうですね。ロックにしときましょう。このターン展開するのってどうなんだろう。ちょっと怖い気もするから、これでエンドしておく?ビビりすぎですかね。あっ、ニビルが出てくる、ニビルロングボトムが、5回も特殊召喚しました。 1,2,3,4,5、 あ、してます。あ、してないよな、あ、した、1,2,3,4 メインフェーズ続けます。それならこれ、これじゃない、いや待てよ、でもまあ単一だもんな。うーん、え、むず、
このターン負けることあんのかな。1ターン目でしょ。ちょっと様子見してみる。やっぱ先行って難しいな。バトルできねえもん。先行制圧できたらいいんだけど、そんなに汎用カードも揃ってないし、むずいんだよな。天気、演武天気、演武天気ね。まだ何デッキか分かんないですね。普通にでしたね。もう現環境でもう普通に界の普通に鉄獣戦線。もうなんかもうこっから相手のなんか好き勝手な時間ですよね。魚をなんかいつ打つかっていう話になるのかな。やべ、オフになってた。ナーベルってやばいんでしたっけ。やっとく？わかんないからやっとくか。はい、ナーベルのを指名するわけですね。で、ナーベルの効果が使えなくなると。すごっ。なにこれ、どうすんの。それ打つ意味ある。それなんか間違えて打っちゃった。いや確かにミュウがいなくなるのはあんまいいことじゃないけど、鉄獣戦線フラクトール、なんか読め。そんなシュッて出してうわって読んでパッて消えられたらもう読め。2の効果ね。とりあえず分かった、読みます。墓地から獣獣戦士鳥獣を2の数だけ除外して、除外した数と同じ数のリンクマーカーを持つ。墓地素材のリンクか。ずるくね。戦火名将蒼龍。蒼龍といったらもうアスカラングレーですよ。あ、そういうことする。え、これもう、え、3000で5000で6700、え、あと1300でできたら終わるやん。いけちゃわないこれ。あ、危ね、耐えた。これやろうか。温存してもしょうがないですからね。これやりましょう。4枚しかいないけど4枚とも やります。はい、400ダウン。すごいな、このワンコロがすごいわめくな。すいません、本当に思いつきチャンネルなんで、もう思いつきで喋ります。なんか出てきた、銀弾のルガル、鉄血のオルフェンズみたいな言い方ですね。ここで打たなきゃブラックホールはいつ打つんだっていう話ですよ。取れ、なんだ、なんですか。相手メインフェーズに
特殊召喚する、意味ないよ意味ないよ、それごとブラックホールよ。ん、なんだ、うおっと、とどまることを知らない、とどまることを知らない、私のターンなんですけどね、好き勝手にやりますね。すごいね、環境デッキって。これだってもう手札ないし、フィールド演武転機しかないけど、墓地だなんだやってきますからね、すごいじゃん。まあなんかやってきたバイーン。はい、そうです、はい、そうですっていうか、え、墓穴の指名者ってずっとなの？へえ、ターン終了時とかねえんだ、すげえ。自分で使っといて効果分かってない。え、これこのターンまくれんじゃねえか。ドロップちゃんはライフ回復っていうちょっとした安心効果持ってるから、これで1700と2700じゃもう大違いですよ。右肘左肘交互に見てっていう感じですよ。特殊召喚します、パルスにしましょう。はい、そっからの、意外とこっちじゃねえか。はい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 、ワンコちゃんをリンク召喚、猫ちゃん素材にワンコちゃん、ワンワンコちゃんワンコちゃん。パルスの効果で墓地に送るのはいつも通り大作戦で、モンスター特殊召喚しますか。はい、効果を使っていないランプ組んでいきましょう。ここで融合します、私の好きなプランキーズウェザー。ウェザー君がいるとね、プランキーズの攻撃時に相手何もできなくなるんですよ。復帰勢はもうウェザー使うしかない、安心安全のウェザー。はい、そうですね、ハウスの効果で打点500アップ、ランプの効果で相手に500バーン、それからロックの効果で手札交換、死者蘇生いなくなるの惜しいな。まあしょうがないよね、さよなら。パルスですよ、モンスター特殊召喚します。まあもう何でもいいんでドロップでいいですかね。ランプの効果で500バーンで特殊召喚します。これも何でもいいんでロックにしときましょう。でここでリンクしましょうか。ドゥードル効果使ってないんで、それはそれで使えると思うんですよね。これで7000、あ、そうか、1000アップするから、これちょうど、いや、そうですね、いやー嬉しい、まっとうに勝てた、嬉しい嬉しい。はい、というわけで今日は2戦やって1勝1敗でした。最後は気持ちのいい勝ち方でした。終わりです。